はい、皆さんこんにちは、さすらいのアキンドです。今回ですね、ガンダムマーカーエアブラシシステムというのをですね、今更ながら使ってみました。こちらですね、一時イベントとか、Amazon とかでも手に入らなかったんですけども、今だと結構上新さんとかもですね、店頭とかでも、手に入るようになったんで、こちらをちょっとですね、使ってみたいと思いましたんで、ちょっと試しにやってみました。ですね、今回作ろうと思っている、モデロイドの、マジンカイザーですね、モデロイドのマジンカイザーの、ランナー塗装に使えないかなと思って今回試してみたので、その結果をお伝えします。はい、ということで今回ですね、マジンカイザーの、プラモデルのランナー塗装をするということで、一応この赤ですね、通常の赤と、ゴールド、シルバーをそれぞれランナーに吹いてみました。使い心地の方なんですけども、こちらですね、マーカーの方の蓋を開けて、インクを出してここに挿して空気を出すという仕組みになってるんですけども、ガンダムマーカーエアブラシシステム自体は非常に単純な構造で、ここからこう押すと、エアが出るだけで、細かな調整等はありません。付属のエア缶を使うんですが、やっぱりエア缶はですね、すぐに気圧が下がってしまうんで、私はですね、途中から、自分が持っているコンプレッサーにつなぎました。でコンプレッサーにつなぐときはクリオスさんのやつはいいんですけども、そうじゃないときは、このですね、専用のジョイントを使って通常の、コンプレッサーの、ホースの径ですねに調整する必要がありましたんで、クリオスさんが使っているやつはこれいらないと思いますけども、こういうのが必要です。で、使い心地の方なんですけども、ガンダムマーカーですね、ちょっと先をお見せしますね。こういった感じのちょっと尖った感じ、分かりますかね、 V の字型になってるんで、このタイプの通常のガンダムマーカーの先だと、先のですね、この調整が結構難しくて、またはめるんですけども、この、ペンの先分かりますかね、このマーカーの先と、この噴射口が一直線になってないとビビビビッと、飛び散ってしまって、非常に調整が、私は難しかったです。で、専用のですね、軸があるんですけども、赤はですね、途中からそれに差し替えて、この丸い軸ですね、フェルトペンみたいなこの丸軸、これだと調整がいらないんで、ある程度均一に色が出るなと感じましたんで、使う分はですね、ガンダムマーカーエアブラシとして使うのであれば、この専用の軸をですね、この本数分用意した方が、はるかに調整は楽だと思います。この尖ったですね、ペン先を、調整は非常に難しかったです、私にとってはですけどね。はい、それで実際吹いたらどうなったかというのをまずお見せしますね。まずゴールドこんな感じですね、こんな感じになりました。ちょっとですね、これ映しただけじゃ分かりにくいんですけども、ちょっと裏返してみますね。塗ったゴールド、塗ってない面はこんな感じです。わかりますかね、かなり食顔っぽいゴールドだなと思ってたんですけれども、塗装するとですね、こんな感じのいい感じのゴールドになりました。ゴールドいい感じですね。そしてシルバーですね、シルバーも塗ってみました。シルバーも塗ったらこんな感じになりましたね。お分かりですかね、これもちょっと食顔っぽいな、特に顔の部分ですね、ここがですね、食顔っぽい色で非常に気になるなと思ってたんですけども、シルバーなかなかいい感じになってます。塗ってないとね、こんな感じの色ですね。わかるかな、わかりますかね、ちょっとやっぱ食顔っぽいですよね。で、塗るとこうですね、結構、結論的にはメタリック系はごめんなさい、まだこう変ですね、メタリック系は基本的にはいい色で塗るな、細かい粒子が飛ぶのでいい色で塗るなというのが、私の印象ですね。これは効果あったと思います。で、問題はですね、赤ですね、この翼のところのですね、パーツをですね、赤みを強くしたいなと、で元の色こんなんなんですけども、ちょっとプラスチックっぽいんで赤みを強くしたいなと思って赤塗ったんですけども、やっぱりですね、広範囲ですね、広い範囲をきれいに均一に塗るっていうのはやっぱガンダムマーカー苦手みたいで、こんな感じでちょっとユーズ肌、かなりですね、ユーズ肌になっちゃいましたね。これちょっと修正しようがないんですけども、広範囲をですね、広い部分をたくさん塗るのはちょっと苦手みたいですね。なんで、細かいパーツをですね、塗るっていうには適してるんで、やっぱりガンダムマーカーとしては、
全体の色を変えるというよりは部分的に塗装するというのに向いてるんじゃないかなと思います。まあ、もともとですね、エアコンでの噴射はそんなに継続時間がないので、まあ、その方がいいかなという結論ですね。まあ、これは基本的には、まあ無塗装だったらもう、こういったトップコートの半光沢を拭いた方がいいかなと思います。なかなかですね、均一に塗るのは私の場合は少しうまくいったんですけども、こっちかなりユズハルですね。光沢はいいんですけども、こんな感じになりました。で、じゃあこの上からトップコート拭いて色を安定させればいいじゃんと思ってちょっと試しにやってみたんですけども、ガンダムマーカーの色をついた上からこのランナー塗ってみたんですけど、これトップコート拭くと色が溶けちゃってます。なんでガンダムマーカーのエアブラシで塗った上からはごめんなさい、トップコートのコートは無理だなと思いましたんで、その辺も今回の、テストで分かりました。でこんな感じになっちゃいます。溶けてますね、完全にフェルが。なんで、トップコートガンダムマーカーエアブラシ塗った上からトップコートのコートは無理ということですね、というのが、今回の実験で分かりました。こんな感じの使い心地なんで、まあそうですね、結論的には使いどころをですね、このガンダムマーカーエアブラシシステムの使いどころを、よく理解して部分的に塗装すれば使える塗装だなと思いましたけども、やっぱり完全にですねエアブラシの代わりにはならないなということをやっぱり理解して使わないといけないなと思いました。まあ一番言えるのはですね、この先っぽのですね付け替えですね、付け替えの芯は基本的にはガンダムマーカーエアブラシで使うんであれば必ず取り替えた方がいいと思います。これが結論です。